Welcome to the store. Hi, I'm Ramajin. I did the presentation on the 20th December 2020 regarding common points between Italy and Japan in TTBR. Hope you like it. Ramajin-san desu. Hakushu. こんばんは。こんばんは。日本とイタリアのやばい共通点。なじめまして。私の名前はローマ人です。現在、ビジネスパートナーである正宗こと、日本人映像作家と、日本で XR コンテンツ制作会社の立ち上げを計画しているローマ在住、イタリア人ユニティ認定デベロッパーです。日本で起業するにあたって日本のことを勉強中なのですが、私の祖国イタリアと日本の間に無視しがたいやばい共通点があることに気づきました。イタリアと日本の共通点と聞いて皆さんが連想するのはスーパーマリオ、ジョジョの奇妙な冒険、サイゼリアなどでしょうか？私が気づいた共通点は全く違います。なんだと思いますか？答えは、少子高齢化です。世界一の少子高齢化国が日本であることはよくご存知でしょうが、世界第二の少子高齢化国がイタリアなのです。おそらく会場にいる方の中には少子高齢化の何が問題なのかしっかりと理解できていない方もいると思います。詳しくは、おのおの調べていただきたいのですが、この場を借りて、少子高齢化について私の考えをお伝えさせていただきます。少子高齢化の何が問題なのか？少子高齢化は、ダサい！少子高齢化によって、国全体がダサくなることが有利すべきな、すべき点なのです。ダサさは挑戦しない姿勢、変化を頭ごなしによしとしない価値観から発生する現象です。では、ダサさを回避するにはどうしたらいいのか？先ほどお見せしたデータの引用をもとに少子高齢化の解決につながるヒントを見つけたので、それを紹介します。すごいですよね。科学技術において日本はイタリアの15倍以上の貢献をしているのが見て取れます。このデータを見る限り、イタリアよりもはるかに日本がテクノロジーを使い、少子高齢化の問題解決をリードしていく可能性が高いと推測できます。ダサさを回避するには、テクノロジーを使うのが最も有効な手段です。今会場にいらっしゃる方の何人かはヴィオレットセットというテクノロジーを使っていると思います。それすごくかっこいいです。私は日本人ほど忍耐強欲勤勉な人たちを知りません。どんな問題も時間をかけて勉強し、辛抱強欲コツコツ解決していくのが日本人の秘めた能力だと理解しています。少子高齢化問題？大丈夫。地球には日本人がいます。ご清聴ありがとうございました。はやさん！ありがとうございます。
すごいですよね。The feedback is so important, so I'm gonna tell you my feedback right now. What the hell am I saying? I really enjoy, I made so many mistakes because I'm Italian, but I loved the people there, like Tetsujin and Karine, all the others are really nice. Even though I don't understand any Japanese at all, but people were able to understand me, so there was actually, they gave me a good positive energy to learn Japanese for 2021. I hope you liked it. I want you to talk about VR headset for 30 seconds. Soikai, you go first. I think VR headset. Thank you for watching. I hope you enjoyed this video. If you like it, please give us a comment and subscribe our channel. See you in next video.